作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1995年にサンデン紙がプレイステーション向けに発売したおーちゃんのお絵描きロジックです。ね、おーちゃんのお絵描きロジックもなんか結構シリーズ出たイメージがあるんだけど、まあそもそもねおーちゃん自体があれですよね、ヘベレケとかのね仲間ですよね。だからおーちゃんって言われてもピンとこない人もいるんじゃないかな。まあとにかく表面からプレイステーションのロゴがあって、でサンソフトのロゴがあって、でおーちゃんのお絵描きロジックで、おーちゃんのシルエットかなんか頭部分におーちゃんって書いてあって、のおーちゃんのまで書いてあるね。でお絵描きロジックでパズラー監修っていうね、監修先がパズラーでした。だからあのなんだろう、キャラクターゲームってニュアンスで見るよりはちゃんとパズルゲームをしっかり作ってるってニュアンスで見れるってことですね。でこのカーテンのところに、ここにあのピクチャーロジックというかお絵描きロジックというかピクロスというか、なんかそういう絵柄があって、ここにおーちゃんがいますと。おーちゃん鉛筆持ってるけど、鉛筆黒だけどこの奥にあるのはなんかピンクと白だから、これ何に使うんだろうってちょっとね疑問に思うわけなんですけど、であとなんかぷよぷよがいるとかちょっと思っちゃうけど、まあ違うよねっていう感じです。はい、で裏面で裏面見るとね、画面写真が一応3点あって、でまあこう説明文がちょっとあるのかな。うん、でプレイヤー1人、メモリーカード1人、1ブロックでマウス対応ですね。で読んでいくと、遊ぼう、縦横の数字をヒントにマス目を塗って潰すとだんだん絵ができてきて鮮やかな絵になるよ。まあこう1個目がねちょっとシンプルにあんまり塗ってない状態で、それなりに塗ってきた状態で、完成したらカラフルな絵になるよっていうね。まあただ単に出来上がったところに色つけてちょっとデモ流すって感じだったと思うんですけど、まあ、まあ色ついてるよね確かに。うん、でついてるついてる。でもう1個作ろうっていうのがあって、自分だけのオリジナル問題を保存できるよって書いてあって、まあだからあの用意されてるものを遊ぶこともできるけど、あの自分でも作れるよっていう、そういうあのこうピクロスというか、なんだお絵描きロジック、あこのゲームで言うとお絵描きロジックですね、そういうお絵描きロジックのゲームです。だからまあ便利っちゃ便利だよね。であとここアピールポイントとして、声の出演課題ミカっていうのがこう目立つでもなく目立たないでもなく、こう中途半端な位置づけでここに書いてある。で誰これの出演どういうことっていうと、まあ多分おーちゃんが金井美香さんなのかなっていうのをちょっとぼんやり覚えておくといいかもしれません。以上作家でした。